やっほ、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。メタンはこの地球上に何種類の生き物がいると思う？数えきれないほどいるでしょうね。私の存じ上げない生き物も地球上には存在しているでしょうし。そうなのだ。生き物の種類はものすごくいるのだ。今発見されている種は約175万種もいる。そして新しい種が毎年どんどん発見されているのだ。そんなにたくさんいるのね。しかも毎年新しい種が発見されるなんてすごいわ。でも喜んでもいられないのだ。地球上では新たな種が発見されると同時に多くの種が絶滅していっているのだ。今では1年間で4000種を超える生物が絶滅していると言われている。存在する種が多いけれど消えていく種も多いのね。まあこればかりは仕方ないことなのだ。でも長い間こっそり身を潜めていた生物がいる。過去に絶滅したと思われていた生き物が再発見という形で舞い戻ったのだ。実はまだ地球上に存在していたのね。一体どんな生き物なのかしら、とても気になるわ。今回は再発見された絶滅動物について紹介していこう。かっこいい生物や聞いたことある生物できっと興味をそそられるのだ。まあ、とっても楽しみね。まずはバーバリライオンなのだ。名前の通りライオンの一種で、もともとはアフリカ北部に生息していた。ライオンといえば全ての獣の中で最強な百獣の王。そんなライオンの中でも世界最大のライオンなのだ。バーバリライオンの全長は大きな個体では4メートルもある。他のライオンは通常2メートルほどだから比べるとすごく大きいのだ。ちなみにバーバリライオンはアトラスライオンという別名もあって、アトラスとはギリシャ神話に出てくる天を支える巨人のことなのだ。そして黒みがかったたてがみは胴にまで伸びていてとてもかっこいいのだ。4メートルもあるライオンだなんて迫力満点ね。黒みがかった長いたてがみも素敵だわ。そんなバーバリライオンはその見た目から古代エジプトでは神として崇められ、古代ローマでは戦勝パレードに連れてきたり、競技場で剣闘士と戦わせたり、見せ物として大変重宝されていたのだ。そんなに人間と関わりがあるのに、なぜ一度絶滅してしまったのかしら。一番の原因はその人間による狩猟だ。ローマ帝国軍が見せ物とするためにバーバリライオンをアフリカから持ち帰ったり、バーバリライオンを狩猟したりすることが流行したのだ。さらにローマ帝国が衰亡した後も、人間の活動域の拡大に伴ってバーバリライオンの生息地は減っていった。その後、バーバリライオンは戦闘能力が非常に高いということから、駆除の対象として狩猟されるようになったのだ。1992年に生息する最後のバーバリライオンが狩猟され絶滅したと考えられているのだ。人間による過剰な狩猟によって絶滅してしまったなんて、ひどい話ですわ。でも1996年にバーバリライオンはとても意外な場所で再発見されたのだ。なんとアフリカ南東部にあるモザンビークのサーカスで見つかったのだ。しかもこのサーカスは閉鎖されたようで、密輸の基地にも使われていた。それを保護団体が救出して発見につながったのだ。だけどこのバーバリライオンは混血種だった。あら、ちょっとがっかりね。やっぱり純血種の生き残りなんてそうそう発見されないわよね。それがなんと意外な場所で発見されたのだ。モロッコの国王であったムハンマド5世の私的動物園においてバーバリライオンが飼育されていたことが分かって、全世界で確認されている個体数の半数にあたる32頭が生き残っていた。バーバリライオンの絶滅は間違いであったことが判明したのだ。国王によって飼育されていたなんて。バーバリライオンは人間による過剰な狩猟によって絶滅したと考えられていたが、70年の時を経て再発見された動物なのだ。現在はモロッコのラバト動物園で繁殖が行われていたりなど、神の名を持つ最強のライオン、バーバリライオンは今もこの地球上に生息している。いつか本物を見てみたいわ。飼育している人たちにはぜひ頑張ってほしいわね。次はタスマニアタイガーなのだ。タイガーってことはトラクシャ？それが違うのだ。タスマニアタイガーはタスマニア島に住む、全長は100センチほどの別名フクロオオカミとも呼ばれている立派なオオカミなのだ。オオカミなのね。じゃあなぜタイガーという名前が入っているのかしら。背中に虎のようなかっこいい縞模様がある。タスマニアタイガーにはカンガルーのような子育てのための袋も備え付けられているのだ。虎のような縞模様にカンガルーのような袋、なんだか面白い生き物ね。そうなのだ。とても珍しい姿をした生物なのだ。かつてオーストラリア全土に分布していたが、オーストラリア大陸の気候変動による乾燥化で
次第に数を減らし、彼らが好む森林性の環境を求めて南部へと生息分布していった。そして人間により持ち込まれた大陸狼の一種リンゴが野生化し、その凶暴に敗れ離島であるタスマニア島のみに生息するようになったのだ。狩猟能力や体格はほぼ同じではあるものの、単独で狩りを好むタスマニアタイガーに比べてリンゴは犬からしく家族集団で狩りを行う。タスマニアタイガーはまさに一匹狼だったのね。そして人類がオーストラリア大陸に進出し始めると、タスマニアタイガーの獲物は人間に奪われていった。彼らは人間の進出がまだないタスマニア島のみで生き残るようになった。住む場所を奪われてばかりだけど、ようやく居場所を見つけたのね。よかったわ。悲劇はまだ終わらないのだ。その58世紀になり、タスマニア島への移住者が全土に増加し、牧畜農業を始めたのだ。牧羊を襲撃するタスマニアタイガーは人々によって徹底的な掃討が行われた。大きな口と虎のような模様の猛獣は狩猟対象としても好んでターゲットにされ、タスマニア島で2000頭を超す個体が捕殺された。こうして野生の個体が姿を消すと、生きたまま捕獲された一部のタスマニアタイガーが動物園の檻の中で生き残るのみ、それらも次々と弱り絶滅したのだ。先に住んでいたタスマニアタイガーが後から来た人間に絶滅させられるなんて残酷ですわ。人間により絶滅したタスマニアタイガーだが、絶滅から85年経つ今もオーストラリアでは頻繁にタスマニアタイガーらしき生物を原野や森で発見されているのだ。らしき、どういうことかしら。発見されたのは足跡や目撃情報のみで、決定的な情報がなく確証がない。そうなのね。確かに別の種類と見間違えてる可能性もあるものね。しかしあまりにも目撃例が多いことから、1910年から2020年までの110年間の目撃情報を研究チームがマッピングし、詳細な解析を行った結果、なんと実はつい近年の2000年頃まではタスマニアタイガーがわずかに生き残っていたとする結論が出た。そして今でも 10% ほどながら生き残っている可能性があるともされたのだ。だが今もまだ公式には再発見は認められていない。いつか再発見が認められる日が来るかもしれないわね。その日を楽しみにしているわ。きっと大騒ぎになるのだ。次に紹介するのはタスマンアオツラカツオドリなのだ。オーストラリアとニュージーランドの間に位置する島々に生息していた。全長81から91センチ、翼回長150から170センチのカツオドリ族の中では最大種の鳥なのだ。全身は白い羽毛で覆われていて、尾羽と風切り羽は黒色をしている。目の周囲には羽毛がなく、青色の皮膚が露出している。名前のアオツラは青色の皮膚のことね。なんだか可愛らしい顔をしてるわ。そうなのだ。でも人間の食用目的の狩猟で絶滅の危機に陥ったのだ。人間に食べられてしまったのね。もう少し詳しく聞きたいわ。タスマンアオツラカツオドリは捕獲しやすい上に食用にも適していた。人間がそのことに気づいた時からこの鳥の受難の歴史が始まったのだ。12から13世紀、ノーフォーク島に移住してきたポリネシア人が手当たり次第捕獲し、一気に絶滅寸前にまで追い込まれてしまった。だが彼らは絶滅してはいなかったのだ。数は減少したものの、その後500年もの間ロードハウ島に生息していた。しかしその後悲劇を繰り返すことになるのだ。ヨーロッパの船乗りたちによってまたもや食用として乱獲されてしまった。それ以来タスマンアオツラカツオドリは姿を消し、現在に至るまで絶滅したと考えられていた。生きていくために食は必要不可欠だけれど、タスマンアオツラカツオドリにそっくりな鳥がいたのだ。北タスマン海北部に現生しているアオツラカツオドリという鳥で、オス、メスともに体型が類似している上、タスマンアオツラカツオドリと同じく翼が長いのが特徴。研究者の間で近縁種なのではないかと推測され、骨格の構造や DNA などの検証が行われたのだ。その結果、両者の骨には構造上の違いがほとんどなく、 DNA は完全に一致した。つまりタスマンアオツラカツオドリは絶滅しておらず、名前を変えこっそり生存していたのだ。この時からタスマンアオツラカツオドリは再発見されたと認定されたのだ。アオツラカツオドリと名乗って約300年も生活していたのね。これには驚きを隠せないわ。現在では絶滅危惧種にも属さないほど世界に多く生息しているのだ。きっと安心ね。
次に紹介するのは最も希少な昆虫とも呼ばれるロードハウナナフシなのだ。ロードハウナナフシとは体長15センチほどのナナフシの一種なのだ。ナナフシというとあの細長い昆虫よね。でもロードハウナナフシは他のナナフシに比べると結構しっかりした体をしていて、陸のザリガニとも呼ばれているのだ。ボールズ、ピラミッドに生息する。ボールズ、ピラミッドはオーストラリアの東岸沖に位置する海抜562メートルの島で、水平面の幅は11メートル ×3 メートルほどしかなく、島というよりは水面から飛び出した岩のような見た目をして、独特の生態系もあることからユネスコ世界遺産ロードハウ島群として登録されている珍しい島なのだ。そこに住んでいるからこそロードハウナナフシは最も希少なので、もともとロードハウ島には多数生息していて、地元の漁師の釣り餌なんかにも使われていたのだ。ではなぜ絶滅の危機に追いやられてしまったの？1918年にロードハウ島の近海で難破した船からクマネズミが侵入してしまい、ロードハウナナフシは良い餌として捕食され、1920年にはこの島から消えてしまったのだ。たったの2年で絶滅まで追い込んだの？そうなのだ。クマネズミの被害に遭ったのはロードハウナナフシだけじゃなく、鳥類5種と12種のその他の昆虫も一掃したのだ。恐ろしい生物ね。こうして絶滅したと思われていたロードハウナナフシだが、1960年にボールズ、ピラミッドで綺麗な状態の死骸が見つかった。つまりまだ生存している可能性があるということね。2001年にはオーストラリアの科学者がボールズ、ピラミッドで調査を行い、ついにロードハウナナフシが再発見されたのだ。その後、オーストラリア政府はロードハウナナフシの保護を決定。2003年2月にはつがいを捕獲し、産卵に成功して、2008年には700匹のナナフシと11376個の卵にまで増やすことができたのだ。再発見されてよかったわ。順調に数を増やしているしもう大丈夫そうね。本当によかったのだ。しかし、羽のないロードハウナナフシが、どのようにしてロードハウ島からボールズ、ピラミッドへ移動したのかは、まだ謎に包まれたままなのだ。確かに不思議ね。ロードハウナナフシの研究が進んでいけばいつかわかるかもしれないわね。期待しているのだ。次に紹介していくのは、ギルバートネズミカンガルーなのだ。ネズミとカンガルーの2つの名前を持つ動物。お腹に袋を持つ立派なカンガルーの一種だ。ではなぜネズミという名前がついているのかしら？ギルバートネズミカンガルーは40センチほどで、カンガルーとは思えないほどとても小さいのだ。それではどちらかというとネズミよりじゃないかしら？カンガルーのような見た目のネズミじゃなくて、ネズミのような見た目のカンガルーなのだ。間違えないでほしいのだ。そうなのね。それにしても小さなカンガルーだなんて可愛いわね。ギルバートネズミカンガルーは1840年に探検家のギルバートさんによって初めて発見された、割と最近見つけられた生き物なのだ。しかし1870年代にコレクターによって何匹かのギルバートネズミカンガルーが捕獲されたが、それ以降の確かな記録が途絶えてしまった。その30年の間に何が起きて絶滅したのかしら？そもそもギルバートネズミカンガルーの記録は全てオーストラリア南西部の南海岸に限られていて、もともと広い生息域を持つ動物ではなかったのだ。そこへ人間による駆除や外国から持ち込まれたキツネ、または野良猫による捕食によって数を減らしていった。また人間によって滅びてしまったのね。再発見されたのは1994年で、1世紀ほどの間は絶滅したとされていたのだ。ギルバートネズミカンガルーはどうやって再発見されたのかしら？西オーストラリアのツーピープルズベイ自然保護区で、クワッカワラビーの研究者であるエリザベス・シンクレアが研究のために設置していたトラップに見慣れない動物が捕獲された。調査のために研究所に送られ、分析を進めるうちに研究チームはこの動物が絶滅したはずのギルバートネズミカンガルーだと分かり、絶滅していなかったと判明したのだ。最初は別の生物だと思われていたので、ギルバートネズミカンガルーだと分かってよかったわ。でも再発見された後、大事件が起きたのだ。何が起きたのかしら？再発見後は保護活動により少しずつ生息数を増やしていたが、2015年にツーピープルズベイ自然保護区で大火災が起きてしまったのだ。この火災により、なんと保護区内のギルバートネズミカンガルーの生息地の 90% が壊滅状態になってしまった。
保護活動の一環として進められていたボールド島への人工的な移住プロジェクトにより全滅は免れたが、ギルバートネズミカンガルーの生息数は野生個体と飼育個体全てを合わせても60匹に満たないと考えられている。やっと再発見されたのに火災が起きるなんてなんだかかわいそうね。せっかく全滅を免れたのだから何が何でも生き延びてほしいのだ。次は日本で再発見されたクニマスという魚なのだ。それは気になるわね。かつて秋田県にある田沢湖の水深100から300メートルのみに生息した固有種で、岩に付着した藻類やプランクトンを餌としていた。全長は30から40センチくらいの魚で、黒色もしくは灰色、下腹部は淡い色をしている。クニマスはなぜ絶滅の危機に陥ってしまったのかしら。田沢湖に多摩川から酸性の水が流入したからなのだ。酸性の水、なんだか怖いわね。1940年に電力供給増加のため田沢湖の湖水を利用した水力発電所が建設されたのだ。田沢湖から流出する湖水を賄うために多摩川の水を導入した。しかしその多摩川の水から多摩川毒水と呼ばれる塩酸や硫酸を含む強酸性の水が大量に流出してしまったのだ。これにより田沢湖の水は汚染されてしまって、クニマスは生き延びることができなかった。毒水を含んだ水ではさすがに生きていけないわよね。その通りなのだ。ところでメタンは、さかなクンを知ってる？知ってるわよ。テレビでも有名な方よね。そう、クニマスはさかなクンが再発見したんだ。そうなの、すごいじゃない。2010年に山梨県の西湖で再び発見されたのだ。あら、クニマスは田沢湖にしかいないはずじゃなかったかしら。1935年にクニマスの人工羽化の実験のために西湖にクニマスの卵が流入されていたのだ。その流入したものが繁殖を繰り返して奇跡的にクニマスは命をつないだのだ。実は西湖の漁師にはこの発見以前からクロマスと呼ばれて存在自体は知られていたが、ヒメマスの黒い変種程度にしか認識されていなかった。クロマスの正体がクニマスであると知らせを受けた西湖漁業協同組合は、クニマスが生息している可能性の高い湖北岸の約1万平方メートルを自主禁漁区域にしたのだ。クニマスはもともといた田沢湖にはもう住めないのかしら。クニマス再発見のニュースから秋田県は仙北市と共同でクニマス里帰りプロジェクトを発足させることを決めたのだ。しかし田沢湖の水は強い酸性値が残っていて、クニマスを田沢湖に戻すには厳しい状況なのだ。まずは水質を改善していかなければいけないのね。道のりは長そうだけど諦めずに頑張ってほしいのだ。次はネブロスケナシフルーツコウモリを紹介するのだ。フィリピンにあるネブロス島とセブ島に生息していたコウモリの一種。コウモリは基本的に昆虫や動物質の餌を主食としているが、フルーツコウモリは果物や花の蜜などの植物質を主食としているのだ。前腕長は12から13メートルで、翼によって擦れてしまうために背中には毛がない。名前にあるケナシというのは背中に毛がないことから由来してるのね。それでネブロスケナシコウモリはどうして一度絶滅してしまったの？絶滅した大きな原因の一つは人間による熱帯雨林の開発なのだ。また人間による絶滅なのね。20世紀に入ってから人間による開発が進められ、コウモリたちの餌である果実の元となる熱帯雨林が伐採されてしまった。彼らは餌を奪われてしまったのね。それじゃあ生きていけないわ。しかも農業の肥料にするためにネブロスケナシコウモリの糞が採取されたのだけど、ニトログリセリンという爆薬の原料となる成分が含まれていることが分かった。これによりネブロスケナシコウモリは人間によりたくさん捕獲されてしまったのだ。捕獲されたネブロスケナシコウモリは糞を採取された後食用として食べられた。利用して最後には食べるなんてひどすぎるわ。ネブロスケナシコウモリは人間にとって都合のいい生物だったのだ。こうして数を減らしていき、1964年に絶滅してしまったと考えられていた。しかしその後2001年にはセブ島、そして2003年にはネブロス島で再発見され、現在も生き残っているのだ。だが個体数は少なく絶滅寸前の絶滅危惧種に認定されており、再絶滅してしまう可能性も否めない状況だ。人間が環境を改め保護していかなければまた絶滅してしまう可能性は十分にある。昔のように数を増やしていけるように人間がしっかりサポートしていかなくてはいけないわね。
次に紹介するのはピレネーアイベックスなのだ。ピレネーアイベックスは今回紹介してきた再発見された絶滅動物の中でも一風変わった生物だ。ヨーロッパの南西端にあるイベリア半島に生息していたヤギの仲間で、体色は夏と冬で異なり、夏ははっきりとした黒い斑点が見られ、冬は褐色がかった茶色をしている。そして一番の特徴は大きな角なのだ。ピレネーアイベックスの角は80センチもあり、角と角の間の距離は約140センチもあったのだ。80センチの角、それは見事ね。大きいのは角だけではなく、全長150センチと体も大きかったのだ。大迫力ね。大きな角と体を持ってるなんてかっこいいわ。だけどこの大きな角が人間に狙われて絶滅したと考えられているのだ。その角は高額で取引されていて需要が高まり、多くのハンターはピレネーアイベックスの角を求めて彼らの捕獲を行っていたのだ。他にも動物疾患や野生動物との餌や生息地の奪い合いなどもあって、2000年にピレネーアイベックスは絶滅してしまった。人間の都合で自慢の角を取られ捕獲されるなんて。人間は自分たちに利益があれば他の生物はどうなってもいいのかしら。絶滅危惧種から見たら人間は悪魔なのだ。そんなピレネーアイベックスだが、2003年に7分間だけ再発見されたのだ。7分間だけ、どういうことなの？最後に生存が確認されたピレネーアイベックスの皮膚細胞を科学者たちが集めて液体窒素で保存したのだ。この細胞を使って2003年にピレネーアイベックスのクローンの作成が行われた。技術はすごいのだけれど、それって再発見って言えるのかしら？ピレネーアイベックスは世界で初めてクローンによって生き返った絶滅動物なのだ。しかし、クローンによって復活したピレネーアイベックスは肺の欠損が認められ、誕生してからわずか7分で死亡してしまったのだ。たった7分の命だったなんて、かわいそうね。現時点ではクローンとしての絶滅種の再生の技術はまだ完成していないが、このピレネーアイベックスの一件はとても大きな一歩なのだ。今はもう見ることができない生き物にまた出会える可能性があるのね。なんだかワクワクするわ。次に紹介するのはバミューダミズナギドリなのだ。北大西洋に浮かぶバミューダ島に生息するミズナギドリという鳥の一種だ。バミューダミズナギドリは300年経ってやっと再発見された生物なのだ。300年も前に絶滅したと思われていたのに、よく再発見できたわね。バミューダミズナギドリは数多く存在していたそうだが、1560年頃バミューダ諸島に人間によって豚とネズミが持ち込まれ、持ち込まれた動物たちがバミューダミズナギドリのヒナや卵を捕食し、彼らは数を減らしていったのだ。さらに島内で農薬が使われ始めて、その影響から繁殖率が低下したり、他の鳥類との競合が起こったことで、1630年にバミューダミズナギドリはついに絶滅を迎えてしまったのだ。いろいろな要因が重なり、子孫繁栄ができなくなったのね。そんなバミューダミズナギドリは1951年、絶滅から300年後に再発見されたのだ。とても感動的ね。現在は天敵の駆除や人工的な巣を作ることでその個体数は増加傾向にあるのだ。他の場所へ動物を持ち込むと、その地域に住む生き物の生態系が壊れてしまうから、持ち込まない容器をつけなければならないのだ。これ以上絶滅危惧種を増やさないように人間が努力していきましょう。最後に紹介するのはシーラカンスなのだ。この名前はみんな聞いたことあるんじゃないかしら。8つのヒレを持つ魚の一種で、生きた化石で有名なのだ。シーラカンスは古生代デボン紀から存在していて、中には全長6メートルを超えるような巨大な個体もいた。しかし6550万年前の大量絶滅の際に絶滅してしまったと考えられているのだ。この大量絶滅の原因は直径10から15キロメートルほどの小惑星が地球に衝突したことであると言われていて、シーラカンスは恐竜と共に絶滅したと考えられているのだ。恐竜がいた時代、そんなに昔の話なのね。何万年も前に絶滅してしまったと考えられていたシーラカンスだが、1938年に南アフリカ沖で再発見されたのだ。その後各地で多くのシーラカンスが捕獲されているが、過度な捕獲により再び絶滅の危機が訪れてしまうと危惧されている。珍しいから捕獲したい気持ちもわかるけど、ほどほどにして見守らなきゃよね。今回は実は再発見された絶滅動物を紹介してみたのだ。地球上にはまだまだ再発見されていない生物がいるかもしれないが、
絶滅したと思われていた生物を再発見できたのはとっても感動的で喜ばしいことなのだ。人間による捕獲や環境への悪影響によって絶滅してしまった生物がほとんどだったわね。これからは同じ過ちを繰り返さないよう心がけて、生物や自然環境を守っていくことが重要ね。皆さんもこれ以上絶滅する生物を増やさないように生態系の保護を気にかけてほしいのだ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。